はい、皆さんこんにちは、マンタルクルビッシュです。では今回は、パワープロ2020栄冠内、夏の甲子園大会予選大会、1回戦目からプレーの方を始めていきたいと思います。で、選手の方なんですけども、新しく選手1年生ですね、入ってきてまして、オーダーの方をご紹介しましょう。まず1番竹下くんなんですが、ミート B パワー A、他総力以下もですね60以上という万能型の選手です。2番天聖プロの井端ですね。まだ能力的には微妙かなと思うんですけど、特能の数がすごいですね。で、3番西崎くん、総力 S まで持ってきました。盗塁がねまだ得意という状況ではないので、盗塁を鍛え上げればですね走れる選手になるかなと。で、4番横井くん、もうすぐパワーが S に乗ろうかというパワーヒッター持ちです。5番道原くんもパワー広角持ちです。で、もうすぐ両方とも A になる新井くん、阿部比持ちのミートパワー B です。で、強肩のキャッチャー吉原、肩は A。 そして8番安田くん、ミート C ですね。唯一の1年生です。で、一応ですね、横山くんっていう転生 OB がいるんですけど、誰なのかね、ごめんなさい、僕の勉強不足ですぐにわからないんですけど、3球種持ってますね。ではこれで試合の方入っていきます。で、初戦の相手なんですけども、船橋高校、まあ僕が今船橋に住んでるんですけど、その船橋高校で戦争後戦力いい。船橋高校自体はむちゃくちゃ偏差値の高い高校で、市船のイメージが皆さん強いと思うんですけど、市船と県船は全く別のものですね。市船はね、スポーツが強いですけど、県船は進学校ですね。はい、10対0でコールド勝ちです。強豪校になっている今のこの高校からするとね、チーム戦力いいであれば安心して見てられますね。では次の試合に入ります。では2回戦目ですね、総合戦力 D、 立山高校との一戦になります。もう怖いバッターはいないかなと思うので、ここは岩瀬がしっかり抑えて、バッターが打っていくっていうね、戦いができれば無難に勝てるかなというふうに思います。はい、ここも8対1とコールド勝ちで2回戦突破してます。まあ、強い戦い方ができているのかなというところですね。では続いて3回戦目に駒を進めましょう。では3回戦目ですね、相手の高校もやっぱり少しずつ強くなってきてます。今度は総合戦力 C、 立山北高校ですね。4番大橋くん、6番掛川くんあたりはホームラン打ってますね。ここは先行逃げ切りでいきたい。岩瀬なのでね、大量失点っていうことはないと思うんですけど、7回ぐらいまでの間にですね、まあ、3、4点のリードを取っておければ、まあ勝ちへのシナリオが見えてくるかなというふうに思っています。はい、18対4と大勝しています。4回戦目で駒を進めていきましょう。では準々決勝です。相手に1点先制されてしまっている場面ですが、まずは戦力分析見ましょう。総合戦力 C、 今回の張り切りボーイはキャッチャーの吉原君ですね。まずはね、同点に追いつきたい場面ですが、ここは打ち上げてショートフライ。はい、4対4同点の場面で9回の裏、ノーアウトランナー1塁です。ピッチャーの方は抑えエース黒江くん、161キロに変わっています。まあ、ここを抑えないと怖い場面ですけど、ここゲッツー取れれば大きい。よし、まあ、サヨナラ負けになっちゃいますからね、ここを抑えないと。これで攻撃につなげていきましょう。3番西崎くん、打率3割7分5厘、ホームラン5本。ここは初球を打ってショートゴロ。4番横井くんはね、パワー S。 ここは一発に期待した場面なんだけどな。同じような打率ですね、ショートゴロです。で、5番の道原くんですね。ここはもう一発狙いになりますので、どうだ、これはヒット伸び足りないかな。
まあ、あのクロエ君がね決してそのスタミナがある投手ではないので早めに決着をつけたいんですよね。それにしてもさ、161キロ投げる高校生もすごいけど、それを打ち返す高校生もまたすごいですよね。ここ上位打線になっていきますので注意はしましょう。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。この辺りからはね、怖いバッターになりますから、しっかり相手のデータも確認していきます。藤川君、広角打法を持ちパワーへ。4番山川は対エース丸、5番武藤は広角打法。広角打法持ちか、まあ、内角中心でいきましょう。ここは抜けていく、サードの頭を越えていきましたね。さあここは負けられませんので守備を強化しておきます。4番山川君の当たりはゴロ。ちょっと微妙なフィールディングだったけどね、大丈夫でしたね。じゃあ最後5番武藤君を相手にします。これは抑えないと、よし、やっとした当たりでしたがセカンドゴロに打ち取っています。じゃあ6番の新井君ですね。新井君もねパワー B 持ってるんで一発は打てるんですけど、杉山君が結構強いんですよね。これも一伸び足りないよね。7番の吉原君、パワー B、ミート B、ここも引っ張りでいきましょう。ツーストライクと追い込まれてからショートゴロ。代打陣もねそれなりに粒は揃ってます、パワー B クラスが。よし、ここはライト前ヒット。で、クロエ君のところでは代打は出せないので、まだこのまま行きましょう。ミートパワー、まあ、もちろんピッチャーなんでいいですけどね。クロエ君にはもう1イニング投げてもらわないといけないので、ここはうまいね、相手の守備も。さあ11回の裏ですね。ここは下位打線ですけどね、ここまで上がってくるチームなんでミスがないようにいいしたいところなんですが、まずはセンター前ヒット。この回抑えれば、次の回ね行っても一番打者からなんで、打線的にはこっちの方が周りがいいところになるので、この回頑張って抑えてほしい。そうすれば次の回、勝ちが見えてくるかなというふうに思っています。よし、これはボテボテの当たり、セカンドには送れないね。これでスコアリングポジションにランナーを背負う形になりました。頼むぞ、ゼフ長のバッターを打ち取って、この回、この回を。大村くんのデータ見ますか、相手の投手。大村くん136キロ、コントロール D、サークルチェンジとスラーブの変化量がそれぞれ5と3ありますね。勝ち運持ち、なかなかつかみどころのないバッターだな。うん、投手ですね。まあ変化球投手なんでしょうね。まあ遅い球で勝負せざるを得ないと思うので、引っ張りでいきましょう。竹下ナイスバッティング。井端、流し打ちがついてるとなると流し打ちだな。ナイスバッティング、いい形してるね。で、3番西崎君は今日は当たりが出てないな。遅い球なんで引っ張っていきましょう。よし、スリーランホームランだ。いやー、危ないところでしたけど、なんとか目処がついてきたかな。やっぱ 2年連続ね、その甲子園出場ってなってくるとね、だいぶ変わってきますからね。さあこの回ビッグイニングになりそうだ。なおノーアウトランナー三塁一塁。やっぱりあの回でね、こらえておいたのが大きかったですね。はい、
ヒヤッとする展開でしたが、まあ、戦略通り戦術通り戦えて、最終的には11対4と、大量リードで、勝利することができています。では続いて準決勝に駒を進めましょう。はい、準決勝ですね、市原学園です。総合戦力 C、3番の小原くんがホームラン12本打ってる強打のキャッチャーですかね。ここは先制点取って逃げ切りっていうね、いつものパターンを狙っていきます。今日の張り切りボーイは西崎くんですね。打率3割7分3厘ホームラン6本。ここはうまーく打ってくれたな。ランナーは帰っては来れないかな、帰ってこれない。ワンアウトランナーが三塁二塁ですね。はい、準決勝は10対3とコールド勝ちになっています。さあ甲子園出場をかけた、じゃあ決勝と、2年連続甲子園に出場できるかどうかっていうね、そういう最後の一戦に入っていきましょう。まあ、2年連続入っていけばね、だいぶ箔がつくというか、今強豪校なんですけども、名門と言ってもいい高校にね成長をしたと言えると思うんで、ここなんとかね2年連続甲子園出場という形でね、収めていきたいと思います。まあ、あの攻撃力で言うと正直言って中村がいた去年に比べると落ちるんですけど、バランスは逆に良くなってるかもしれないですね。今日の張り切るボーイは井端にしましょう。本当ね、3番4番、あたりが張り切りボーイだといいんですけど、まあ、2番井端もね小技ができるし、まあ、得能をいっぱい持ってるんでね、期待したいと思います。ではまずは初回の井端。井端は本当にね、あの小技が何でもできるっていう感じですね。あ、そうだ、相手のチームの戦力確認しておきましょうか。今みたいなミスが出てくれる、うわ、総合戦力 A だ。あ、それそうだよな。ここは先制点が欲しいかな。まあ、岩瀬なんでね、あの7回まで、まあ、3点ぐらいでは行ってくれると思うんですけど、味方の打線がね、の中村がいた頃に比べると、さっきも言ったように劣るは劣るので、できれば先制点取って、3点4点取って逃げ切りっていう体制を取っておく方が、まあ、精神的にすごく安定しますね。ホームランがねどかすか出るようなチームではないですという話をしていると、ツーランホームラン、まあ、これは嬉しいです。一方ピンチになりましたね。ここは変化球中心、定位置、伝令を送っておきましょう。まあ三振が欲しいですけどね、ここはね。よし、これは定位置にしておいて正解だったな。前進守備だったら今抜かれていたかもしれない当たりだったと思うんで、ここはファーストゴロ。よし、なんとか抑えましたね。では井端の第4打席になります。ここまで今日ヒットなし。まあ、打率もね、井端まだまだ上がってきてないんですよね。ミート A なんで、もうちょっと打率が上がってきてくれると信頼感というものが一気に出てくるんですけど、まあ、一方横井くんがね、今日2本目のホームランですね。いや、強いチームになってきたな。ここは盗塁、一塁はセーフ。うーん、際どいタイミングだけどアウトか。では岩瀬ですね、もう一度スタミナ上げておきましょう。伝令でで、内角攻めていきます。左対左なんで内角のね厳しいところを攻めていきましょう。で4番の竹林くん、同じ左なのでここもね内角をね攻めていきます。3割5分7厘ホームラン7本。総合戦力がなんといっても A なんで、どの選手も多分侮れない強さを持ってると思うんですね。ちなみにじゃあどれくらい強いかというのを見ましょうか。1番、宮西くん、走力 A、 武田くん、肩 S、 まあ他の能力も超一流ですね。西谷くんも超一流だな。竹林に関しては威圧感持ち。沼倉くんも補給以外は A クラス。
吉永くんもね、プルヒッター持っててミートパワーがもうすぐ A っていう、そういうバッターですね。笹原くんはミートが B、他が A クラス。いや、強いよ、本当に。よくこのチーム相手に、ここまで岩瀬は抑えてくれてるな。さあ、でもね、油断せずに行きましょう。まずは、先頭打者出してしまってますんで、ここからずるずると行かないように気をつけます。スタミナをもう一度上げておきましょう。内角攻め。左対左の時は基本的に内角を攻めます。おー、デッドボール。どうなんだろう、替え時なのかな。ちょっと心配だけど、ここまで様子見ましょうか。これは一塁に送りましょう。送りましょうっていうかね、送ってくれって指示出すことができないので、祈ることしかできないんですけどね。抑えのエースを出すか、どうか。よし、取ってくれた。では、最後のバッターとしていきましょう。これはショートゴロ。岩田が取って、ファーストへ送る。これで甲子園出場ですね。2年連続。はっきり言って、チーム戦力で言うと、今、A のチームだったと思うんですけど、戦ったチームが。A のチームに比べると、だいぶ劣ります。まあ、それでもね、2年連続、甲子園に出場できたのは、まあ、一重に岩瀬ですかね。まあ、しっかり、岩瀬が抑えてくれて、チャンスをものにできたというところだと思います。まあ、打撃はね、強いですけど、ご覧のように、我々のチームはね、総合戦力初戦 C のチームですからね。はい。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回、甲子園大会の方をプレイしていきたいと思います。なんとか、夏の甲子園大会優勝するまではね、続けるって宣言してるんで、頑張っていきたいと思っています。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。